ご堀川天皇は、日本の、第86代天皇。忌名は、茂人氏。高倉天皇の第二王子の森貞親王の、第三王子。母は、寺明院元家の娘、北白川院、陣氏。上級三年の上級の乱により、鎌倉幕府は、後鳥羽上皇、土見門上皇、淳徳上皇の三上皇を配慮し、中京天皇を退位させた。 時代行為継承者には、乱の首謀者である、後鳥羽上皇の直系子孫を除外し、後鳥羽上皇の兄、森貞親王の三男であり、出家していなかった、茂二王を即位させた。また、茂人氏の母である寿命院胸子の存在も注目される。彼女の父、元家は、源の頼朝の妹婿である一条、吉安の叔父、母は、平頼盛の娘であり、 鎌倉幕府にとっても彼女が生んだ、しげるひとしは、後位継承者として望ましい存在であったと、考えられる。しげるにおも、従学院創造人喜びの弟子となり、すでに従学院に入室していたが、まだ正式に出家していなかった。立体指令を経ずして、中共天皇廃位後同日の上級3年7月9日、戦争、同年12月1日即位。 ご堀川天皇はこの時10歳であったので、父親の森貞親王に大乗天皇の孫号を立て祭り、上皇として陰性を行わせた。この時代は、主に上級の乱の後処理が行われていた。上皇2年5月、森貞王皇,皇居。上映元年10月4日、陰性を行うべく、まだ2歳の四乗天皇に上位。3日後に大乗天皇となる。 しかしながら、元来病弱であり、陰性開始後2年足らずの転覆2年8月6日に、宝山23歳で奉御した。その奉御が、中宮の後の主から間もない時期だったため、かつて天皇から、天台札の地位を約束された者の保護にされた、創上人喜びの怨霊のたたりや、言葉上皇の精霊のなせる会意であるなどと、噂されたと言われる。純母に、同母はね、 国子内親王、ご堀川天皇、観音寺領領は、宮内庁により、京都府京都市東山区今、熊野泉山町の千入寺内にある、観音寺領に事情されている。宮内庁上の形式は遠急。また皇居では、高霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。ご堀川天皇から言葉抜く、近藤聖一。 鎌倉幕府の成立と、天皇、諸州、近藤、鎌倉時代政治構造の研究 ISBN 978から4から751746509。ありがとうございます。